はい、こんにちは。今日は、Gmail の、登録方法について、お話ししていきたいと思います。でですね、まずやることは、リンクを貼ってるので、必ずそこのリンクの方から、アクセスしていただいて、で、このページに飛びますので、男性無料なら、男性は男性無料、女性は女性無料。の方に、登録するようにしてください。で、男性無料の方をクリックしますと、このような形でですね、必要事項を記入するページに移りますので、必要事項をですね、記入してください。はい、登録していただいたら次を押していただくと、登録作業で、電話認証手順っていうのが出てきます。これはですね、セキュリティを上げるためにサイトの方が、電話認証っていうのをですねやってるんですね。なので、ここに SMS メールを送信っていうのがありますので、押していただくと、自分の携帯電話にですね、ショートメールが送られてきます。で、そのショートメールに書かれてある、認証番号っていうのをですね、ここに入れてください。そして、登録ボタンを押してください。はい、そうしますとですね、登録作業が完了しましたっていう画面に移りますので、この情報っていうのをですね、忘れないようにどこかにメモして、いてください。以上が、Gmail の登録方法です。